まずは、地図で場所を見てもらいます。ピンのある場所がモネの池です。 Google Earth ではモネの池手前まで車で行けるように見えてますが、今現在は車でここまでは行けません。ストリートビューで見てみましょう。モネの池は女道神社の敷地内にある池です。以前は名もなき池と言われていました。湧き水でできた池は微生物が育たないため透明度が高いのです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。この道路はスピードを出している車が多いので横断注意です。急げー。気温6度、やや風強し、雪若干あり、人気はまばらです。めっちゃ寒いのであまり人も来ないかも。空が青いなぁ。モネの池手前まで来れる方は関係者や障害のある方などのようです。到着しました。お邪魔します。モネの池は太陽光で水の色が変化するので曇ってしまうと綺麗に撮影できません。おすすめの時期は春から秋にかけてで、太陽が出ている時間帯だと綺麗に撮影できると思います。夏は湧き水が多く出ているので透明度も増します。水温が低いので橋の下から出てきてくれません。金色の錦鯉を見ることができたら金運アップ。体の一部分にハート柄のある錦鯉を見ることができたら恋愛運アップと言われています。橋や杭などトントンすると反応して出てくるようです。出てきませんね。反応なし。よっしょ。あれ、なんか笹舟とかなんとかかんとかって言って、笹巻き、何やろう。あ、なんか売ってるみたい。はい、笹餅って言ったっけ。笹餅というものを買いました。あんこと白やってね。で、自販機もあるのでこういうね、お茶とかもね、あの売ってます。あったかいお茶も売ってます。ただちょっと雪が道中多いので来る時に大変かなとは思いました。いやー、寒いっすね。こう雪